第2試合シングルマッチ20分1本勝負を行います。まずは青コーナーよりバッテンブラブラ選手の入場です。舌を元気にする場合第2試合博多を代表する陽気な入場曲が聞こえてきました。自称福岡の有名人バッテンブラブラ、九州プロレスが誇るエンターテイナー、この大分日田でファンを増やすことができるか。ミスター第2試合のバッテンブラブラ今登場です。普段のトレーニングには登山を取り入れました。今日は九州プロレス最大級の阿蘇山にアタックし攻略できるでしょうか。試合へのイメージトレーニングは完璧です。バッテンブラブラ会場を一つにしています。バッテンポーズを要求。会場お客さんたち全員がバッテンポーズ。リングを一周して今リングに入ろうとしています。今入りましたリングイン。強さよりも規模差でやっていますバッテンブラブラ。赤コーナーより阿蘇山選手の入場です。先月地元熊本で復帰、去年左肩腱板断裂、手術リハビリを重ね九州プロレスのリングに戻ってきました阿蘇山。その阿蘇山は復帰戦後に450日ぶりの復帰、これからはバンバン噴火して戦いの最前線に戻っていきますと話しています。会場全体が揺らぐ振動、躍動感は必見です。巨体での空中殺法、百戦錬磨、キャリアは十分に積んでいます。大噴火となるか巨大カルデラ。両方1592m 熊本県出身阿蘇山、リングにそびえ立つ活火山阿蘇山。改めまして私九州プロレス自称福岡のイメージ、いや北野有名人だバッテンブラブラです。よろしくお願いします。今日はこの阿蘇山をさ倒すために北名物エルボーダルも考えていきましょう。北の名物たくさんあるね、その中3つ選んでエルボーにしましたね。阿蘇山が倒ってそこにエルボーやるんです。いきます、一緒だ、ふー、せーの、温泉焼きそば刺激の気持ち、どうですか皆さん。天瀬温泉とかいろいろあるでしょ、北焼きそば最高でしょ。そしてちょっと刺激の気持ちにも俺はね、任せてくださいよ、気持ちとなって戦いますんでね。あと、今日はよ、昨日さ、プロレスの YouTube 見たんだ俺ね、あのタイガーマスクとかさ、あのミルマスカラスとかドスカラスとかエルカネックとかさ、してたのルチャリブレっていうメキシコの前覆面かぶったプロレスラースピードがあるわけよね。それを今日はさルチャリブレ俺やろうと思います。一緒にお客さん、麻生さんくんね、ベテランかもしれませんけど君にルチャリブレができるかな。だから皆さん、だから皆さん、バッテンのこと応援してくるじゃん、応援してくるじゃん。はい、バッテンペパー。
さあ今ゴングが鳴りました。大分シリーズ初開催、北を元気にする場合、第2試合シングルマッチ20分一本勝負です。さあまずは倒していく。さあもうちょっと倒していった。おっと抑える、すぐにあずき返す。さあどうだ。おっとここは会場から大きな拍手。なかなかやるじゃないか、蘇さん君。さあどうだ、ここはもう一度ロープへ倒していった。麻生さんは先月 3.1 に地元熊本で復帰、そこでこの2人はマッチアップしています。カウント2で返します。もう一度行く、もう一度行った、3度目、おっとかわした。3.20 大川大会でもこの2人は対戦、麻生さんが勝利。そして 3.21 太宰府大会ではスルーウェイマッチにも出場。めちゃリブレきつすぎるわ。ちょっとゆっくりやりましょう、ゆっくり。ちょっとここはもうお互い年ですから健康的にやろう。めちゃリブレきつすぎるわと言う。このバッテンブラブラ、ゆっくりスローモーションで。おっとここは麻生さんも乗っています。笑いもこなせる万能レスラー麻生さん。うわっやー。さあここはスローでいくヘッドロック、足にもスローになっている。体と体をぶつけ合って、さあここはかなりゆっくりスローモーションを見ているようですが、お互いポーズ決まりました。さあまだゆっくりやっている、ぶつかって倒れた。麻生さんがもう一度ぶつかる、抑えに行った。おっとここだ、中村レフリー早い、カウントがかなり早い。何考えてんの。めちゃリブレをやろうというのはバッテンブラブラ。そしてアッサン、さあどうする。普通にやりましょう、普通に、うん、さあ普通でやろうというバッテンブラブラ。戻るのか。おっといった。胸を張りてお互い行く、頭を掴んだアッサン、ロープへ、あー倒していた、強烈。さあバッテンブラブラ、おっと胸に行く、ここも胸あたり。さあここに対してもう一度叩いていった、バッテンブラブラ。あっと掴み合って、掴んでいる掴んでいる、乳首を掴んでいます、かなり痛そう。さあここはバッテンブラブラ、もう一度いくか、アッサンに大勢いった。これは痛い、落ちた、落ちたのか、おっとなくなってしまったのか、探している。さあどこへ、あったあった、よかった、ありました。さあそこに対してバッテンボンバー、バッテンボンバーいくか。会場拍手が湧いています。会場が一つになっている。さあバッテンボンバーいくか、ここは逆に麻生さんが脅かして、さあどうする、
ルボーでいった。抑える。カウント2です。さあ持ち上げるか。どうだと持ち上げて、おっとバッテンブラブラ持ち上げました。大きな大きな巨大カルデラ、タツカザン、阿蘇山をなんとバッテンが持ち上げました。さあ後ろを狙って館長入りました。館長入りました。バッテンブラブラ、いや痛そうな、今のちょっと入ってる、あっと入っているという阿蘇さん。うわー動けない、かなりダメージが大きい阿蘇さん。さあバッテンブラブラはバッテンボンバー、バッテンボンバー、あー左のバッテンボンバー、やっとでいった。もう一度行く、オッケー、行くぞ。さあ行けるか、山を動かすか、かわして、バッテンボンバー、やっと決まりました。バッテンボンバー決まりました。普段のトレーニングにバッテンブラブラは登山を取り入れました。今日は九州プレス最大級の阿蘇さんにアタックし攻略できるかどうか。サンダーエルボー決まりました。サンダーエルボー、温泉焼きそば、進撃の巨人、足でいく。さあ北エルボー決まりました。カウント2で返します。さあ畳み返ります、畳みかける、あ今度は速いスピード、さあ何を見せるか、うっと強烈エルボー入る、そうはさせません。あっと円錐切り、綺麗な円錐切りが入りました。あーラリアット苦しい、綺麗に入りました。カウント2、さあそのまま落とすか、方向を変える、マグマドライバー頭から行きました。おっとここは阿蘇さんが救った形になります。マントーン、強烈なマントーン入りました。抑えた、どうだ、スリーカウント、阿蘇さん最後はマントーンで決めました。さあここはお尻をスプレーしてもらっています。阿蘇さんダメージがかなり大きかったのでしょう。さあそしてバッテンブラブラは抱えられてリングを後にします。大分シリーズ初開催、日立総合体育館メインアリーナ第2試合シングルマッチは阿蘇さんが見事に勝利を収めました。